いよいよ初登場、あのジャイアンツの高橋由伸がストラックアウトに挑戦。そしてキックターゲット2は J リーグトーナメント開催。またしてもゴン中山が吠えた。これぞ最強のラインナップ。今年最後の土曜日は筋肉番付スペシャル。